クリームウェブサイトをご覧の皆さん、はじめまして、ミセスグリーンアップルです。ボーカルギター大森元希です。ギターの若井博人です。キーボードの藤沢亮香です。ドラムの山中彩香です。ベースの高野清和です。僕たちミセスグリーンアップルは7月8日にメジャーデビューミニアルバムバラエティをリリースします。イエー、今回の番どういう風になってますか、りょうちゃん。はい、バラエティというタイトルなんですけれども、本当にいろんな色と表情が詰まっているアルバムになっております。メジャーデビューということで、僕たち今のミセスグリーンアップルが出せるものを詰め込んでおりますので、ぜひチェックしてみてください。お願いします。お願いします。で、僕たちミセスグリーンアップルはライブをいろいろ控えておるんですが、彩香ちゃん。はい、9月にですね、初のワンマンライブが決定いたしました。やばいよ。いつなの？9月の26日に、渋谷の WWW で行われます、ミセスワンマンライブ武装塗装と像、ぜひチェックしていただきたいと思います。お願いします。他にもフェスとかいろいろライブ出るので、ツアーとかね、ツアーとかよく、ホームページをチェックしてください。この辺に多分出てると思うので、ここ普通に出てるけどね、チェックしてください。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ最後に若い、じゃあちょっとたかしに面白いネタ振りをしてあげてください。そうだな。ネタ振りを振るって難しい。ネタ振りを振る。最近打ち合わせなかったからね。最近なんか悲しかった出来事はありますか？悲しかったか。悲しかった。そうだな。最近髪を染めすぎて、パサパサに。キューティクルがちょっとなくなってきたことが最近あったことです。大層なもんですよ。以上、ミセスグリーンアップルでした。